まとめ髪を下ろして駆け出して行こう。時は皆未来へ進むよ。この毎日を落ちキスで止めた。一週間そんな生活、それでも命は続くのね。知ってるの看護師アドベンチャー、白衣性恋愛症候群リセラピー。2012年6月28日プレイステーションポータブル用および Windows 用が同時発売予定です。